皆さん、こんにちは。キスマイフットツーの主力メンバーとして活躍されている人気アイドルの藤ヶ谷大輔さん。実は性格が悪いという噂が流れていたのですが、この噂は本当なのでしょうか？今回は藤ヶ谷大輔さんの人物像に迫ってみたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。まずは藤ヶ谷大輔さんのプロフィールを見ていきましょう。藤ヶ谷大輔さんは1987年6月25日生まれ、神奈川県の出身です。身長175センチメートル、血液型は AB 型です。キス、マイ、フット2の中でも1、2を争うほど人気のアイドルである藤ヶ谷大輔さん、バラエティ番組をはじめドラマの主演なども務められており、俳優としても活躍されています。2014年から3年連続ベストジーニスト賞を受賞されており、2016年度で殿堂入りとなっています。身長が175センチメートルと高身長ですので、ジーンズも似合うというわけなのでしょう。さて、冒頭で述べた通り、藤ヶ谷大輔さんについて語られていることとして、性格が悪いというものがあります。この噂の真相を探ってみました。藤ヶ谷大輔さんのこの噂はファンの間で語られていることではなく、どうやらネット上などで語られていることのようです。藤ヶ谷大輔さんはジャニーズジュニア時代からデビューされるまでの期間が長く、デビューされてから人気が出始めたため、一気に多くのファンがつき天狗状態になっているのではないかと言われています。もともと性格が悪かったというよりも、デビューまでの期間が長く、やっとデビューを果たせたということで、それを機に性格が悪いという評判がついたということなのでしょう。過去にも性格が悪いと言われているエピソードがあるので、ここでご紹介いたします。以前出演したことのあるもしもツアーズという番組で共演したお笑い芸人の三平さんを呼び捨てで呼んだり、偉そうな態度を取ったりしていたそうです。このようなエピソードをたまたま見た人が判断しただけのことかもしれません。実際、俳優の小栗旬さんやお笑い芸人のトレンディエンジェルの斉藤司さんなど、芸能界でも交友関係が広い藤ヶ谷大輔さんについて、一概に性格が悪いとも言えないと思われます。また藤ヶ谷大輔さんはタバコを吸う喫煙者なので、そういったところも性格を想像する要因となっているようです。どうやら藤ヶ谷大輔さんが昔からタバコを吸っていたことは、ファンの間では周知の事実のようです。ジャニーズ事務所的にはタバコは NG としていませんが、アイドルで歌を歌う職業ということなので、ファンとしてはあまり吸ってほしくないというのが本音なのでしょう。藤ヶ谷大輔さんのタバコについてはファンの間でも賛否両論のようです。一方で違う見方をする人もいます。はっきりした物言いが多いことから物議を醸すことが多いことは事実なようですが、肯定的な意見には、男らしい、きちんとしている、兄貴肌、気が利く等の意見が目立ちます。こんな素敵なエピソードがあります。キスマイフット2のコンサートに来場したファンの方が、耳が聞こえないけどファンでいていいですかと書かれたうちわを持っていたことがあったそうです。藤ヶ谷大輔さんはそれに気づき、アンコールの時に手話で挨拶をしてくれたという出来事がありました。これは事前に決まっていたことではなく、藤ヶ谷大輔さんの気遣いで行われたことです。クールな外見から冷たい人なのかなと誤解を受けやすい藤ヶ谷大輔さんですが、実際はかなり優しい気遣いのできる方で、先輩を立てるのが上手な一面もあるようです。ベテランコワ表俳優の遠藤憲一さんと共演した際、一緒にご飯食べましょうと藤ヶ谷大輔さんの方から声をかけ、他の共演者も誘ってコミュニケーションを図ってくれたのだそうです。こういった藤ヶ谷大輔さんの行動力は、魅力の一つと言えるでしょう。2024年5月5日配信の週刊誌が、アーティスト、女優として活動するノン、元、能年齢男に関する記事を掲載しました。ノンは今後、旧ジャニーズアイドルとドラマで共演する可能性があると報じていました。ノンといえば、大手事務所を退所して以降は仕事が激減し、メディア露出も少なくなっていました。ですが記事によると、2022年にノンが主演を務めた映画「魚の子」の演技が評価されたことで、徐々に表舞台へ戻ってきているのだとしています。またある動画配信サービスのコメディ作品にて、キスマイフット2藤ヶ谷大輔と共演するという話もあるそうです。
藤ヶ谷大輔さんが所属する旧ジャニーズ事務所の新会社スタートエンターテイメントといえば、昨年実業家の福田敦氏が代表取締役 CEO に就任し話題になりました。そんな福田氏はノンの復帰を手助けした人物としても知られているだけに、今回の共演報道に対し旧ジャニファンから怒りの声が上がっているというのです。福田氏といえば、社長就任前、過去の炎上発言や大勢の女性と一緒に写った写真などが掘り起こされたことで、もともと旧ジャニファンからの印象がよくありませんでした。そこに今度はノンと藤ヶ谷の共演話が浮上したことで、旧ジャニファンの間ではこのために社長になったとしか思えない、ノン復活にジャニーズを利用しないでバーターじゃん、そういう芸能界の古い風習潰すためにジャニーズ潰したんだろうが、などと怒りの声が飛び交っています。福田氏つながりのキャスティングかは定かではないのですが、一部旧ジャニファンは新社長の思惑ではないかと疑っているようです。2011年にデビューした7人グループのキスマイフット2、2023年4月26日にはメンバーだった北山宏光さんが旧ジャニーズ事務所を退所する意向であることが報じられ話題となりました。北山宏光さんはキスマイフット2の中で最年長ということで、グループではリーダー的存在でした。キスマイフット2をセンターで引っ張り続けてきた人物でもあります。それは藤ヶ谷大輔さんも同じことです。しかしこの二人にはなんと不仲説が流れており、かねてより話題を集めてきました。2人はキスマイのメインボーカルであり最強の新芽、2人合わせて藤北と呼ばれ、ファンの間では人気のあるコンビでしたが、たびたびささやかれているのが2人の不仲説でした。北山宏光さんと藤ヶ谷大輔さんの不仲説は本当なのでしょうか。そこで2人が不仲だと言われる理由や藤北新芽のエピソードをまとめてみました。キスマイフット2のメンバーたちはカメラが回ってない時は無言のことが多いそうです。ということで、先輩のタレントの中にはあれだけ仲悪いとさ、スタッフも気を使わないなどと口にしている人もいるようです。ブサイクの4人に限ってはソロでの活動が厳しいということもあり、グループ活動に前向きですが、とにかく藤ヶ谷大輔さんと北山宏光さんの仲が相当悪いと一部では言われ続けてきました。北山宏光さんの旧ジャニーズ事務所退所のニュースもありましたが、その一因として藤ヶ谷大輔さんとの不仲もあるのではないかと言われていますが、実際はどうなのでしょうか。それでは、なぜ北山宏光さんと藤ヶ谷大輔さんが不仲と言われているのか、その理由について調べてみました。不仲と言われる理由の一つ目は2人の態度です。コンサートやバラエティ番組などでは目を合わせたり会話をしたりすることが少なめな2人。過去には藤ヶ谷大輔さんが北山宏光さんの発言を無視しているとされてきました。2人がお互いに目を合わせていない、不自然に距離があるなどとファンの間で話題になることもありました。藤ヶ谷大輔さんの主演ドラマビギナーズの撮影の際は2人の不仲により現場がピリピリしていたという報道もあります。長い下積み期間を共に歩んできた仲間にもかかわらず、2人には長く続く確執があり、会話どころか目も合わせないほど敵対し合っていると関係者は述べます。しかしキスマイフット2というグループ自体、ジャニーズによくある仲良しの友達のようなグループとは異なり、メンバー同士が適度な距離感を持っているグループと言われています。北山宏光さんと藤ヶ谷大輔さんはグループのセンターで新芽と呼ばれているのに、2人に距離を感じて不仲なのではと感じるファンが多いのでしょう。ただ距離を感じるイコールお互いを嫌っているというわけではなく、ベタベタするような関係ではなくドライな関係性というのが正しいのかもしれません。不仲と言われる理由の2つ目は、全員が仲がいいわけじゃない発言というものがあります。2023年1月4日放送の一周回って知らない話2時間スペシャルに藤ヶ谷大輔さんが出演し、メンバーの横尾渉さんが VTR 出演した時のことでした。横尾渉さんは VTR の中でキスマイのグループの関係について次のように話していました。メンバー全員が仲良いわけじゃないから、正直各々距離感があると述べました。
そのためキスマイの中でも特に不仲だと言われることの多い北山博光さんと藤ヶ谷大輔さんについて言っているのではないかという憶測が広がるなど、発言が大きな話題になりました。この横尾渉さんの発言は決して不仲説の2人を指すものではなく、そういう関係のグループだからこそ仕事に支障が出ないように藤ヶ谷大輔さんがコミュニケーションを取ろうよと言ってくれたという意味合いだったようです。メンバー全員が仲良いわけじゃないという発言に対し、本当に不仲だったんだとショックを受けてしまった方も多かったようでした。不仲と言われる理由の3つ目は仕事の格差です。北山博光さんはキスマイ前列の3人のうちの1人として活躍されていますが、前列の2人、藤ヶ谷大輔さん、玉森裕太さんとの仕事格差に不満を漏らしていたと報道されています。特に藤ヶ谷大輔さんは2022年以降には俳優として MC として幅広い活動が目立っていました。そんな中、北山博光さんは2022年以降は世にも奇妙な物語などの単発のドラマ出演や、亀梨和也さん主演ドラマ正義の天秤シーズン2、堂本光一さんが主演を務める舞台エンドレスショックなど他のジャニーズの主演作品への出演が多い印象があります。また過去には中居正広さんのように MC をやりたいと話していたこともありましたが、中居正広さんが病気で休養している時にテレビ番組やラジオの代打 MC を務めたのは藤ヶ谷大輔さんでした。そういった北山博光さんと藤ヶ谷大輔さんの仕事の格差が不仲説につながっていったのかもしれません。ところで北山博光さんと藤ヶ谷大輔さんの不仲説はいつからあったのでしょうか。調べてみたところ、喧嘩など何かきっかけがあって不仲説が生じたわけではないため、明確にこの時期からというのははっきりとしていません。デビュー前には北山博光さんと藤ヶ谷大輔さんの行動の違いで関係が良くなかったと報道されていたこともあります。メンバーがデビューを意識して遊びを控える中、北山が好き勝手遊びまくっていることに藤ヶ谷が切れ、裏ではギスギスしていると報道されたこともあります。しかしデビュー前から不仲だったという人もいれば、デビュー前後は仲が良かったと感じている人もいるなど、ファンの方によって感じ方が様々なようです。デビュー前からすでに不仲説は出ていて、それがデビュー後もそのまま継続されているといった感じなのかもしれません。某月刊誌の記者はこう話します。メンバーがデビューを意識して遊びを控える中、北山が好き勝手遊びまくっていることに藤ヶ谷が切れ、裏ではギスギスしているということが過去にあったそうです。デビュー前の大事な時期にもかかわらず、キスマイフット2北山博光さんの軽率な行動が騒がれるようになった最大な原因と言われているようです。ところで以前フジテレビで放送されたドラマミラーツインズで主演を務めた藤ヶ谷大輔さん、しかし当時関係者は、実は藤ヶ谷くん付き合いが長かった恋人と別れちゃったみたいでかなり落ち込んでいたんです。だから忙しくなって逆に良かったのかもしれませんねと語っていました。お相手は週刊誌が報じたジュエリーデザイナーの T さん。2人の交際は今から11年ほど前から始まっていたといいます。 T さんは藤ヶ谷大輔さんと同じ高校の1年後輩、2人がまだ高校に在学していた頃に付き合い始めたそうです。交際が長かったこともあって、藤ヶ谷大輔さんは友人たちにはオープンに彼女のことを話していましたねと藤ヶ谷大輔さんの知人は語ります。藤ヶ谷大輔さんは13年間の下積みを経て2011年8月に CD デビューしました。お互いを高め合ってきた2人だったのですが、2015年6月藤ヶ谷大輔さんと女優の滝本美織さんの熱愛疑惑が週刊誌で報じられました。雑誌が発売される直前、明日週刊誌に載ります。ごめんなさい、でも滝本さんとはあくまで友達ですって藤ヶ谷大輔さんは T さんにメールをしたんです。けどやっぱり彼女から、あなたがそういうスタンスならもう別れようって言われちゃって、藤ヶ谷大輔さんは必死になって、お願いだから別れないでほしいと懇願したんだそうですと T さんの知人は語ります。滝本さんよりも T さんを選んだ藤ヶ谷大輔さん、それだけ2
二人は特別な関係で結ばれていました。藤ヶ谷大輔さんは他の女の子と遊ぶようなことがあっても結婚するのであれば T さんだってずっと決めていました。彼女の実家に挨拶に行ったこともあったくらいですからね、と続けて語ります。一度は藤ヶ谷大輔さんとの別れを踏みとどまった T さん、しかし次第に彼女の気持ちは藤ヶ谷大輔さんから離れていったといいます。交際10年という節目もあったんですかね。2年ほど前にモデル事務所を辞めてデザイナーと海外でのアパレルの仕事を兼務するようになって、少しずつ彼と距離を取り始めたそうで、活動拠点をニューヨークに移し始めていたので心機一転という思いもあったんでしょう。ずっとやりたかった仕事だったようなので彼より仕事を選んだみたい。 T さんの方から別れを切り出したといいます。これまで絶対に恋人の話をしなかった彼女が最近になって突然、彼とはもう1年くらい前に別れちゃったって明かしたんです、と事の顛末を同 T さんの知人は語っていました。ということで現在は恋愛事情の方は全く騒がれていません。そろそろ良い報告が聞けることを期待と思います。いかがだったでしょうか。今回は藤ヶ谷大輔さんの人物像に迫ってきました。藤ヶ谷大輔さんのタバコについてはファンの間でも賛否両論のようです。藤ヶ谷大輔さんは番組内で共演した芸人を呼び捨てで呼ぶなど偉そうな態度が垣間見えたことで人気が出て天狗状態になっているのではないかという意見があるようです。藤ヶ谷大輔さんが喫煙者であることはファンの間でも有名で、銘柄はマルボロのメンソールであると言われている。この喫煙者であることが性格についていろいろと言われる要因になっているとも言われています。これまでたくさんの女性と噂になった藤ヶ谷大輔さんですが、本命は先ほど紹介した方だったようです。これだけ聞くと誠実なイメージですが、前述したように当時二股疑惑も浮上しています。これにはファンから非難の声も上がりました。自分の推している人には誠実であってほしいというのがファン心情なのでしょう。公私ともに充実し、さらなる活躍をファンに見せてくれることを期待したいと思います。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。